はい、えー。皆さん、こんにちは。リウマチ医の平野です。今回は2021年の第65回日本リウマチ学会で発表する内容です。タイトルは、疾患活動性がよくコントロールされた関節リウマチにおけるエタネルセプト先行品からエタネルセプト後続品への変更の治療成績と自己注射デバイスについての 患者報告アウトカムであります、まあ、長ったらしいタイトルなんですが要するに、まあ、エンブレルを使っておりまして、まあ、大変、えー、調子がいいと安定している人に対して、えー、エタネルセプトバイオシミラーに切り替えた場合どうなったかということであります、えーえっと、この場合エタネルセプトバイオシミラーはあー持田あゆみの製品を使っております えまずはじめにですけど、MTX とバ i o l o g i c Originator DMAD、b o d マードとそれらを活用した治療戦略により、えー、RA 患者のアウトカムはかつてと比較して全体として明らかに向上しております。えー、しかし、えー、課題はいろいろありまして、えー、例えばそのような最新の治療薬と治療戦略を駆使しても、 治療困難な症例の存在。Difficult to Treat RA と呼ばれておりますが、まあ、そういった症例も存在しますし、手、ま、術、あの理由により不十分な薬物治療しか施せない、えー、症例の存在。まあ、いろいろあるんですけども、理由は、えー、またあ、依然存在する長期利、えー、病患者の関節破壊や機能障害に対する対応。 あとは薬剤の有害事象への対策などが挙げられます。不十分な薬物治療しか施せない理由としては、第一には患者の有する合併症、第2には患者の有害事象件、そして第3には患者の経済的要因が挙げられます。BODMARS、バイオ製剤ですけども、やジャック阻害剤は、 その優れた有効性と引き換えとして非常に高額でありまして実臨症では経済的理由により治療を躊躇される患者さんは多数おられますエタネルセプトバイオシミラーエタネルセプト BSMA はエタネルセプト先行品エンブレルのバイオシミラーとして2018年5月30日に本邦で発売開始されております 本研究では、疾患活動性が安定したエンブレル投与中のアレ患者の中で、エンブレルをバイオシミラーに変更した症例の治療成績について後ろ向きに調査しました。また、患者の変更前後での注射デバイスの評価を調査しました。えー、症例と方法ですけども、 2019年7月から2020年1月までに10日でエンブレルからバイオシミラーに変更した RA45 例中6ヶ月以上経過しデータ不十分例を除く42例を研究対象としました調査項目としましてはエタネルセプト BS 開始時患者背景エタネルセプト BS 治療成績 でエンブレル開始データも載せてあります。まあ、疾患活動性推移とか、えー、疾患活動性コンポーネントの推移、そして身体機能としては MHAC を調査しました。エタネルセプト BS 継続率と中止理由、そして、えー、糖化作成の生物学的製剤自己注射アンケート、豊橋セルフインジェクションアセスメントクエスチョネア、TSAC、 を用いた変更前後での患者アンケート調査も行っております。統計学的検討はウイル・コクソンサインランクテストを使用しました。バイオシミラー開始時の患者背景です。42例ありまして、年齢は点平均63.1歳で35歳から80歳。 女性がほとんどで 97.6%RA の利病期間は長く平均で1 8 3, 3年、えー、リューマトイドファクター陽性例が78.6で平均値133.2抗 CCP 抗体陽性例は82.9 ステージ3、4の割合は78.6%で、クラス3、4の割合は9.5%でした、えーまあ。関節破壊は進行しておりますが、身体機能は、まあ、エンブレルが効いて良くなっているということだと思います。えー、身体障害者3 9条が45.2%、えー、就労者が76.2%おりました。MTX 併用例は76.2%、 前例の MTX 栄養量は週5.6ミリでトイレのみに限ってま7.4で2から16に分布しておりましたプレドンゾロンはエンブレルのおかげでだいぶ減らせまして4.8%のみが服用しており前例の平均だと0.20から6ミリまで で、ダス 28CRP を見ますと1 8 6 s d も四4 3ということで、まあ、非常に状態が良くなっている。CRP も0.36、MMP356.5、MHAC が0.43ということであります。まあ、こういったまあまあ、いい状態に入った患者さんのエンブレルをバイオシミュラーに切り替えたということであります。 変更前のそのエンブレルの関連情報ですが、エンブレルの投与期間は平均で3107日ということで、まあ、10年は言っておりませんがあ、それに近い継続、平均継続期間がありました。えー、変更時の投与量は週50ミリが64.3%、2週50ミリが26.2%、 10日に一遍と変則的にやったのが204.8%、えー。3週ま伸ばしたのが204.8%でした。えーまあ、エンブレルのバイオ順番ですけど、ファーストバイオで使ったのが66.7、セカンドバイオが26.7%、2%、サードバイオが7.1%でありました。 まあ疾患活動性の推移を見ますと、まあ、DAS28CRP を見ますと、まあ、エンブレル開始時が平均で4.36でしたが、まあ、長らく治療している間で安定して1.86まで下がっております。そこでエタネルセプトバイオシミュラーに変えて3ヶ月、6ヶ月で見ますと、まあ、このように微妙に上昇しました。まあ、S 代も同様でありまして、まあ、S 代については、 ベースライン4.26と5.32ということで、統計学的有意差がありました。MMP も同様の経過だったんですが、この56.5と58.4に統計学的有意差がついております、まあ。ちょっと悪くなったと言ってよいかと思います。バイオシミラー変更時と比較して、 わずかに改善したか、それとも改善した、あるいは全く同じスコアであったかで、刑事的変化をまとめてみました。まあ、ダス20は CRPS 代ですけども、ダス20は CRP で見ますと、この赤が3ヶ月、6ヶ月ですけども、悪化した割合なんですが、見ますと、まあ、変化なし改善が大体4割ぐらいなんですけども、まあ、悪化したという方が、このように、 まあ6割弱というような値を提しております。で、疾患活動性パラメータ、身体機能ですが、まあ、どの項目が上がって悪化したかというのを調査したわけですが、ここがエンブレル開始時であります。そして、バイオシミラー変更時、3ヶ月、6ヶ月。 まあ、エンブレル開始時はあ、まあ、10日で、えー、開始した症例のみを調査しておりますので、えー、34例となっておりますが、まあ、これで見ますと、統計学的優位に変化を認めたのは、まあ、テンダージョイントで、えー、1.8、3ヶ月時、ここで上昇しております。そして患者のバスが6ヶ月時21.8ということで、えー、悪化しておりました。 一方お、医師が評価する視聴、えー、関節は変化を認めず、医者のバスはあ微妙に上がりましたが、有意差はなく、まあ、CRP も変化はありませんでした。そして、えー、MHAC もおああちょっと上昇しております。有意差はありません。 そしては変更前後で、えー、まあ、当で作りました、uh, TSAC と呼ばれる、えー、生物学的製剤自己注射のアンケート表を用いて、えー、調査をしました。いろいろな質問がありまして、えー、とても例えば使いやすさ、とても使いやすいからとても使いにくいまでありまして、まあ、一番最悪の評価の場合は4点としまして、 一番こちらの最も良好だったは0点としまして、まあ、それで合計点を出して、まあ、その平均値を取りました。でそれでまあエンブレルからバイオシミラーに変更した患者アンケート調査、まあ、取れたのは30例なんですが、まあ、全平均全体で見ますと、まあ、エンブレルの時に比べて、 このバイオシミュラーは統計学的優位に、まあ、低下したということで改善しております。その他にも改善した項目としては、使いやすさ、使いやすさの習,習得、持ちやすさ、日常生活への負担、仕事への負担、注射に関する緊張感不安、針に対する緊張感不安、針を刺した時の痛み、薬液を注入した時の痛みなどは、 このように改善、統計学的優位に改善しましたバイオ。オリジナルバイオからバイオシミラーへの変更で臨床研究の論文をまとめましたが、ユーラーのレコメンデーションがありまして、そこではオリジナルからバイオシミラーへの変更は安全で効果的であるとされてはおります。 まあ、しかし、えー、患者の、まあ、あ思考、パースペクティブは考慮しなきゃいけないということで、まあ、あ同じだから、まあ、勝手に変えるとか、患者の意向をある程度聞いて選ぶべきだとしております。そして、まあ、こういったバイオオリジナルからバイオシミュラーの変更のデータというのは、まあ、インフリキシマルバイオシミュラーの CTP13。 日本では現在、日本火薬などが販売しているものですが、韓国で使われたものですが、この製剤で比較的多く見られております。この2つはともに前向き臨床研究でありますけれども、こちらはプラネット t R エクステンションスタディと言いまして、オープンラベル、オープンラベルでありまして、レミケード維持ンと その変更群でで比較したとということでありますもう一つはノルスイッチ・スタディということで、これはもうダブルブラインドになりまして、まあ、レミケード維持群と、またバイオシミラー群と比較するんですが、患、ま、者、あ、ウイルスはどっちを投与しているかわからないということで、これらの研究では、オリジナルからバイオシミラーに変更した群が劣っていたということはなくて、まあ、大きな問題は生じなかったということであります。 こういった臨床研究では、そういうデータが出ているわけであります。で本研究で使用したイタネルソフト b s はあ、まああ、コードネームは LBEC0101 なんですけれども、えー、この第3層臨床試験の中で、えー、エンブレルから変更のデータが存在しておりまして、まあ、この時でもエンブレルからの変更でも有効性は維持されていますが、 維持軍との比較データはありません。興味深いデータがあります。こちらはオランダで行われたマイムリック法律であるバイオスイッチ研究と呼ばれているもので、レミケード治療中の RAPSAAS 合計192例を全例 CTP13 に変更したということですが、 約4分の1の症例で6ヶ月以内に CTP13 を中止することになってしまったと。で、えー、いろんな項目を見てみますと、悪化しておりまして、えー、まあ、10日のデータと同じくなんですが、テンダージョイントカウントと、おまあ、今回こ、えー、患者のバス。ここで、えー、統計学的有位者が出ておりまして、 主張関節や CRP といったものは差が出ませんでした。ノンメディカルスイッチと呼ばれるものがあるんですが、デンマークでは国家の方から経済的理由でかなり強制的にレミケードから CTP13 に変更したということがあって、そのダンバイオレジストリーのデータなんですが、 その、うん、CTP13 変更後の継続率は、過去のレミケードのデータよりちょっと劣っていたということで、えー、実臨床においては、このようにバイオシミュラーに変更すると、ちょっといろいろと悪いデータがあ,ーあるわけであります。これをどのように説明するかということですが、まあ、論文では、 の <laughs> セボ効果があるのではないかと、まあ、あ推測されております、まあ。よくプラセボ効果というのがありまして、まあ、偽物の薬、まあ、効果のない薬を、まあ、投与しても、まあ、患者さんは効果があるという場合があるわけです。まあ、あうどん粉を飲んでも良くなるといったことなんですが、その逆でありまして、まあ、うどん粉を飲んでも 飲んだら何か副作用がが出るるととと悪いことが起こ起、まあ、患者さんがこれを飲んだら悪くなるんじゃないかみたいな意識がある場合は何らかのそういった症状を訴えることがありうるといったもので、まあ、もしかしたらこういった実臨床でのスイッチというところにはこういうのせぼ効果が出やすいのかもしれないということであります。 そして、えーまあ、今回、えーまあ、このエンブレルからエタネルセプト BS にスイッチして、えー、そのデバイスのアンケートも取ったわけでありますが、あまあ、この比較してみますと、針の太さは、<laughs> エンブレルが27ゲージに対して、エタネルセプト BSMA は29ゲージと細いということがあるのと、あとは、まあ、ボタンがエンブレルはありますが、エタネルセプト BS はないということで、 まこのあたりのま使い勝手のま良さがあるのではないかなと。で患者さんの評価はおおむね良好でありました。えー、エンブレルからバイオシミュラー、あーまあ歩みのものですが、に変更した疾患活動性が安定している RA42 例を後ろ向きに調査しました。一部の症例で疾患活動性が悪化し、その理由は 圧痛関節痛の増加や患者全般評価の悪化といった患者の主観的な側面が大きい項目の悪化でありましたただ MMP3 もわずかに上昇しておりましたので、まあ、それについてはまた症例を多くして評価する必要があると思います、えーまあ、あとは自己注射デバイスについての評価は、まあ、非常に良好でありました、えー、以上ですが YouTube チャンネルですけども、現在294人と登録者ありがとうございます。あと6人で300ですので、皆様、友達を誘って登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。